昨夜、名古屋市中区の路上で上半身裸で規制を上げる不審者の目撃情報が相次ぎ、警察は周辺を調べるとともに警戒を呼びかけています。シュシュって言ってる。上半身裸で規制を上げている男がいると通りかかった人から110番通報がありました。数分後に警察官が現場に駆けつけましたが、近くに男の姿はありませんでした。ですけども、誇張した名古屋市長はいやお尻に噛んじゃうから。目撃者によりますと、男は年齢が40代から50代くらいの肥満体型で、身につけていたのは黒の帽子と黒の黒のショートパンツのみだったということです。現場は地下鉄東山線の新栄町駅から西に500メートルほど離れた路上で、警察は防犯カメラの映像を調べるなどして男の行方を追っています。ザコシの愛称でも知られるお笑い芸人のハリウッドザコシショウさんが改名を検討していることが関係者への取材で分かりました。気合入ってんの。気合を。ハリウッドザコシショウさんは静岡県出身の49歳でピン芸人が優勝経験もある日本一のピン芸人です。関係者によりますと、そんなザコシショウさんが来年50歳の節目を迎えるタイミングで改名を検討していることが分かりました。改名後の芸名は鼻くそ丸めてポイポイの助が有力視されています。CBC テレビの取材に対しザコシショウさんは次のように話しています。シュシュって言ってんの。所属事務所は年内にも正式に発表する可能性があるとしています。去年7月、名古屋市のパーティー会場であまりにも誇張しすぎたモノマネを披露したとして49歳の男が逮捕されました。椅子が滑るな、ね、中澤茂樹容疑者49歳です。警察によりますと、ね、中澤容疑者は去年7月名古屋市のパーティー会場で人間や動物の声や仕草などを真似るモノマネを行う際に常識の範囲から大きく逸脱し、極めて大げさに披露した特定誇張取締法違反の疑いが持たれています。中澤容疑者は芸歴2兆年目のお笑い芸人で、2兆やってんだよ俺、鼻くそ丸めてポイポイの助という芸名で活動していました。そんなわけねえだろお前、鼻くそ丸めてポイポイ。お前本名中澤茂言ってるんだよお前。お問題のモノマネがこちらです。誇張しすぎたサージエリカ、まず普通のサージエリカが別にですけども、誇張しすぎたサージエリカはあー別に。警察は中澤容疑者がおよそ3億年間にわたって全国各地で同様の誇張を繰り返していたと。えしゅーおしっこしゅー。, 笑っちゃダメだよおめえ。詳しい動機は中澤容疑者がたびたび発するでさーねという意味の言葉を調べています。しゅってんの。以上、名古屋からお伝えしました。以上ですわ。本名中澤さん。中澤だよ。意外に滝の前も素敵ですね。以上、徹底討論、バスローブはどこで着るべきかでした。それでは中継です。今日は名古屋市内にありますちょっと不思議な空間から、山内さん。皆さんこんにちは、 CBC アナウンサーの山内彩香です。今日は昭和区にやってきました。この昭和区で有名なのがこちら、渡辺謙一トリックアート美術館です。はい、このトリックアート美術館に見えるのが、すいません、映ってはいけないものが映ってしまいました。こちら
牛さんの絵が描いてありますけれども、大丈夫ですか、牛10点の、うん、私の目の錯覚でしょうか、じゃあ中ちょっと入っていきましょ う、中に入っていきます、すいません、中に入りましょう、山口さん大丈夫ですか、失礼します、牛10点の、こんにちは、渡辺健一さんでございます、はい、そうです、健一さんはこのトリックアートを、はい、たくさんの作品を描いてきたということなんですが、はい、そうです、今まで画面が一部乱れております。一部じゃないよ。乱れております。眠たくなってきちゃった。川田さん、これが本当のトリックアートじゃないんです。すみません。何をこれだ。そんなこと言ってる場合じゃない。あのですね、健一さんはたくさんの作品を描かれていて、進めるね。いつぐらいの作品描かれてるんでしょうか。はい、約150点ですね。すごいですね。こだましてますね。じゃあその150点の中から30点をご覧いただきたいと。引き取ろうか。皆さん、あの今こちらをご覧いただきたいと思います。進めるよ。エビス様があるんですね。ええ、ちょっと若干エビス様にも見えなくもないんですけれども、何がよお前、作品を見ていただきたいんですが、こちらへこんでおりまして、右から見ても左から見ても上から見ても下から見ても目がついてくるというすごい。猿が喋っております。続きまして、トリックアート美術館の入館券なんですけれども、入館券、一瞬何が何だか分からないかもしれませんが、折りたたんで鏡に映すとこのように名古屋城になるんですね。ええよ、ええよ、ありがとうございます。ちゃんとしたリアクション。キャメラさんこっち、キャメラさんエヴァに乗れ、キャメラさんこっちエヴァに乗れ、碇言動です。頭がテカっておりますけれども、メガネね、これあれですわ、これあの全然見えませんわ、向こうが、うん、ちょっとびっくりする映像ですいません。エヴァに乗れよ。こちらは騙し絵となっておりまして、下にはですね、これ見てください、レースに見えませんか。見える、レースに見えるんですけど、レッスンゴレライ、レッスンゴレライ、レッスンゴレライ、カメラさんもじっくり撮ってる。ちょっと待って、ちょっと待って、びっくりさせてしまって申し訳ないです。いるものとして覚悟しましたね。映像が一部乱れております。一部じゃない。こちらご覧いただきます。あ、ちょっとカメラさん避けました。そうそうそう。絵があるんですが、このイノシシの中に、ブドウと書かれているんですけど、イノシシと書かれてます。ちょっと私も何を言ってるのかよく分かったのかなって。落ち着いて。ガツン。ガツンですか。メガネ何種類もあるんですね。ガツン。いやいや。皆さんすいません、作品の良さ伝わってますでしょうか。全然限界まで伸ばしております。こちらブドウの絵の中にイノシシがあるんです。探してみてください。イノシシ分かりますか。ちょっと本当にイノシシ目が合いました。ちょっと目が合っていけない人と目が合いました。では続いてこちらご覧ください。こちらはですね、おいいや、左から見ると豊臣秀吉、真ん中から見ると、真ん中見ると徳川家康、カメラさん映すところ違う。そして右から見るとあたつ織田信長と、右から見るとあたつなんですわ。あれね、私唐揚げ弁当が見たいな。売ってないここ。唐揚げ弁当売ってない。唐揚げ弁当、唐揚げあんた、たくさん唐揚げ、え、隣はパスタ店ですね。パスタ、パスタ行ってください。乗らない乗らない、山内さん本当に映像が一部乱れてしまって大変申し訳ございませんでした。渡辺健一トリックアート美術館からお伝えしました。渡辺健一さん、テロップ間違えてる。渡辺さん申し訳ございません。乗れない。わかんねえ、笑ったら。真面目なニュース。今まで一回もこういうことで笑ったことなかったんですけど。うん、まだまだ収穫足りねえな。でもちょっと、本当に最近5年で一番笑いました。お、ええやん、ええやん。お前、説教やで今度は、お前、笑ったら。いや、ありがとうございます。笑うね、今度は。はい、説教やで。はい、すいませんでした。説教やで。はい、もう笑いません。この位置で止まって売れてくれ。この1年どうやって売れていくねっつったよね。あ、この1年しっかりニュースを読むアナウンサーとして頑張っていきます。お、ええや、お、そうやな、お、あほんだら言うよ。あっしゃ、今のは私の錯覚ですか。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ごめんなさいね。あったね。申し訳ないですよ。